チュードル・デカバラ、プリンス・オイスター・デイト。1968年前後製造、REF7966-0。赤黒デイト、自動巻き。バラ中を代表するデカバラのプリンス・オイスター・デイト、自動巻きの時計です。ダイヤルは精悍なブラックダイヤル。ダイヤルトップのバラ、アワーマーカーとして配置された、アプライトのくさび型インデックス、視認性の良いドルフィンハンドなど、デカバラの魅力は、その端正なフェースバランスにあります。懐かしくもあり、現在でも色褪せない、その独特のテイストが、今また人気となっている理由でもあります。カレンダーは、希少な、赤黒交互表示タイプのレア仕様です。ケースは SS のロレックスオイスターケース。遠目からでも、一目でロレックスと感じさせるフォルムです。ねじ込み式のリューズには、ロレックスのクラウンマークがあります。裏蓋には、独特書体の、オリジナルオイスターケース、by ロレックス、ジュネーブの文字が刻まれているのも、この当時のデカバラの特徴です。ブレスレットは、バックルが、王冠タイプの3連リベットブレス。コマの両サイドに、秒、リベットがついた人気のブレスレットで、共に同年代を過ごしたアンティークブレスレットになります。英国調のスーツなどに合わせてもぴったりフィットすると思います。チュードル。ロレックスの創始者、ハンス・ウィルスドルフが、英国での販路拡大のために作ったもう一つのブランド、チュードル。完全防水のオイスターケースをはじめ、ねじ込み式リューズなど、ロレックスの効果で質の高いパーツをそのまま流用し、高いクオリティを持たせたブランドです。イングランドの名門チューダー家の名を冠したブランド名と、イングランドの紋章、バラをトレードマークとした、高貴な佇まいは、古くから、アンティークマニア、チュードルフリークたちに親しまれています。近年では、英国調のファッションブームにも合わせて人気が急騰。2018年、チューダーとして正式に日本上陸した、今話題のブランドです。サイズ。ラグ幅は 19mm。ケース径は、約 34mm、ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで、約 41mm、厚さ約 10mm です。ブレスレットは、3連リベットブレス、REF7205-FF57。12コマ、18.5 センチメートル前後です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。